1304。おはようございます。皆さんももうどこの山か分かる方もいるかもしれませんが、奥武蔵の1304登っていきたいと思います。それでは気をつけて出発していきましょう。それでは気をつけて。今は晴れてますが、今日は午後から雨が降る予報なので早めに下山したいと思います。橋をよそ見して歩いてたらちょっと隙間から落ちてしまいました。痛え。行けるところまで行ってもうちょっと歩いてみて、ダメそうなら引き返します。不動滝のところ、不動滝までやってきました。水場のとこですね。今日は足を負傷したため、このサイズ1本だけ持ってきます。擦り傷と内出血してますが、今のところ支障はそこまでないと思いますので、とりあえず山頂を目指して歩いていきたいと思います。来週か再来週あたりにちょっとライブ配信を試しでやってみようかなと今思っていますので、初めはテスト配信ということで軽く晩酌しながらライブ配信第1回目できたらいいなと思ってますので、平日の夜8時ぐらいから始めようと思ってますので、よろしければドリンクをお手元に置いてご視聴いただければと思います。ここは石積み場ですね。みんな願い事を書いて、上に置いてある石に願い事を書いてここに戻すという感じですね。ここを通らない場合は上に置く場所があるので、管理している方大平さんに運んでもらう形になります。僕も後で書こうと思います。そして大杉広場到着しました。いやー立派だ。このまま山頂を目指して歩いていきたいと思います。50丁目あとちょっと。これですね、ここにある石にメッセージを書いてここに置けば運んでいただけるという形です。1つ100円という形です。
じゃあやってみたいと思います。登山者みんなの安全。100円は賽銭投入口へということなので、こちら。それでは大平さん、よろしくお願いします。どこから来たんですか？僕はあの地元、あの 埼玉県内。ああ、はい。どっからお越しですか？私地元。あ、そうなんですか。うん、あ、なんか今日午後から雨降るみたいですよね。ね、はい、今今年で20回目。20回。今年で20回。うん、今年で。あ、今年だけで20回。うん。お、1月、2月、3月で。すごい。他どの辺登られますか？もうほとんど登ってるよ。あ、そうですか。あの奥地地方も登ってるし、はい、両海も。あとこっちもいいんだよね。はい、あの西武沿線もちょっと低いけどね、里山もいいもんですよ。金付像とか。そう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 。宝登山とか、ね、はい。じゃあ失礼します。あ、どうも。ありがとうございます。それでは持ってきた水をこちらのマンホールに入れたいと思います。そして武甲山、標高1304メートル到着しました。ちょっと天気は悪くなってきてますが、まだなんとか秩父市街が見えますね。よかった。武甲山1304メートル、ただいまの気温は9度ぐらいですか。休憩しないでこのまま白宿坊の方に下っていきたいと思います。今日は午後から天候が良くないので、あまり休憩を長く取らずどんどん歩いていきたいと思います。ということで、歩きながらガッツギア飲みたいと思います。白宿坊まで下ってきました。それでは子持山方面向かって歩いていきたいと思います。正面裏側から見る武甲山が見えるはずですが、今日はガスの中入っちゃってます。子持山1269メートルなのかなですね。はい、到着しました。武甲山方面もう何も見えないですね。このまま大持山歩いていきましょう。そして雨乞い岩到着しました。いやー、よいしょ。ここは大絶景が本来見られるんですが、今日は一面こんな感じ。ちょっと休憩。それでは雨乞い岩を出発して下っていきたいと思います。トラニンさんは間違えてまた武甲山方向に戻っちゃったらしいけど、気をつけてください。皆さんはここは右に曲がります。思ってたより天候が悪くなるのがちょっと早まったかもしれないですね。そして大持山の方に到着しました。三角点し、こちら分岐点に着きました。こちらに進むと妻坂峠、こっちに行くと宇野田方面。はじめ宇野田を経由して帰ろうと思ったんですが、ちょっと天候が悪くて雨もポツポツ来たんで、変更してこのまま妻坂峠目指して下っていきたいと思います。このあと一の鳥居参考終了したら武甲山資料館に行ってみたいと思います。一の鳥居から車で
20分ぐらいで行くんじゃないですかね。武甲山資料館、前から行きたい行きたいと思ってたんですが、行ったことないので行ってきたいと思います。まずは無事に下山することが大事です。妻坂峠が見えてきました。あそこの分岐を左に折れて一の鳥居に歩いていきたいと思います。お、こんなところに妻坂の湧き水。無事一の鳥居に戻ってきました。ありがとうございます。それでは武甲山資料館の方に移動したいと思います。それでは武甲山資料館の方に向けて行きたいと思います。こちらの坂郡交差点左折します。よいしょ。こちらですね、武甲山資料館、一般210円、撮影は聞いてみてできたらしたいと思います。それでは切ります。武甲山資料館行ってきました。撮影の方はできませんでした。そんなに大きい施設ではないので短時間で見るのは終わります。内容は武甲山の成り立ちや地質、そしてまあ武甲山と横瀬、この辺の秩父横瀬の歴史、そして武甲山に住んでいる動物植物とかですね、まあ、武甲山のことを学ぶにはとてもいい場所だと思いました。それでは最後にもう一箇所寄って帰っていきたいと思います。そして最後に寄るところがこちら、秩父湯本武甲温泉ですね。こちら入っていきたいと言いたいところですが、ちゃんと温泉セットまで持ってきているんですが、ちょっと足を怪我したため今日は入るのはやめようと思います。残念ですがまた今度入りたいと思います。近くを通るんでちょっと寄ってみました。それではおとなしく帰りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。